縁ぞりりくがめは、は中高亀木陸亀か地中海陸亀属に分類される亀。別名マルギナータ陸亀。アルバニア南部、ギリシャに自然分布。イタリアに移入。最大高長十九センチメートルと地中海陸亀属最大種。廃校は細長く扁平。後部円乾板が外側へ広がることが和名の由来になっている。種庄名マルギナタは縁のあるのい。 復興には3から4体の三角形の反紋が入る。後部縁甲板の広がりはオスで顕著。妖体は後部縁甲板の突出が弱い。ミトコンドリア DNVA の全延期配列を決定し最大節約法と最優法による系統解析から、いずれも族内ではエジプトリクガメと単系統群を構成すると推定されている。アシュ、ペロポネソスフチゾリリクガメを 元足と分布が重複しても存在することから独立種とする説もある。一方で、足間交雑すること、中間型の個体が多いことから足とする説、単なる成長不良として足を認めない説もある。サルデーニャ等の個体群を足、TM サルだとする説もあるが、異入個体群であるため足として認められていない。タストドマルギナタマルギナタシャフ、1792。 オフチゾリリクガメアルバニア南部、ギリシャ最大亜種。ュ。廃が暗色化する傾向があり、暗褐色一色になる個体もいる。後部円看板の突出が強い。タストドマルギナタバイシンジェリーボー1995、ペロポネソスフチゾリリクガメギリシャ最大校長27センチメートル。廃校が暗色化する傾向や後部円看板の突出が弱い。乾燥した荒地などに生息し、 オリーブ畑を除く、農耕地で見られることは稀。地面に開いた穴や岩の隙間を隠れがとするが、アシュ、ペロポネソスフチゾリリクガメとされる。個体群は深さ3メートルに達する巣穴を掘って、生活する。カキは休眠する。植生は、植物食で、草、木の葉、花、果実などを食べる。繁殖形態は卵生。元アシュは1回に4から7個、アシュ、 ペロポネソスフチゾリリクガメは4個以下の卵を産む、農作物を食害する害獣とみなされ、駆除されることもある。のび、農地や観光開発などにより、生息数が減少している。一方で、もともと人間が利用しない環境に生息していること、大規模な採集が行われたことがないこと、野生個体の採集や輸出が厳しく制限されているため、絶滅の危険はないと考えられている。 ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。ヨーロッパから飼育か繁殖個体のみが少数、流通する。主に元アシュが流通しているとされるが、アシュ、ペロポネソスフチゾリリクガメとされる、飼育か繁殖個体個体も輸入されている。ありがとうございます。